はい、こんにちは、テンファイブです、北諸コーディックスクラブ、今ですね、お正月の植物全品 10% オフ、おー、はい、1月11日から16日で、5000円以上お買い上げで、お年玉の福引き、で今日がイベントの2日目なんですけど、はい、もう昨日ですね、もうすごいもう想像をはるかに超えるご来店がありまして、はい、中には有機を使ってきたと植物好きねーっていうことで、もうほぼほぼもうこの商品がねだいぶ抜かれましたもん、はい、減りましたね、減りました、だいぶ減っちゃいました、もう大物から小物がもうだいぶ減ってしまったんで、まあ、僕のちなみにおすすめはこいつです、うん、うん、ブリブリですわすごい、これ今回のせい、この 10% オフセールで、はい、売れなかった場合は僕が買います、え買うんですか、はい、まあ、今年はね、ちょっと今後は植物の通販サイトも立ち上げれば、立ち上げられたらいいなって思ってます。で、この5000円以上お買い上げでお年玉福引きの内容なんですけど、はい、こちらです、はい、今回は5000円以上を税込みで5000円以上買うと1回福引きが引けるっていう内容で、はい、1万円だったら2回福引きが引けるんですよ。なるほど。で、この1等が3万円分の金券、はい、2等が1万円分の金券、はい、3等が5000円分の金券、はい、で特賞がグラキリス、これこと今回は、インスタグラムとかに載せてますけど、はい、ミニのグラキリスがもらえると。なるほど。いう究極のもう大破産のもう潰れるんじゃねえか、もう前回の動画で僕 10% ぐらいしか利益がなくて、2ヶ月で多分7万とか8万とか10万ないぐらいだったんですよ、はい、純利益がですね。そうですね、はい、その分全部出しましたもんもう全部出しました。で、まあ例えば1万円買ったら2回引けて、この植物用のくじを引いて当たればこのお年玉の金券がもらえると。なるほど。で、この金券は無期限だし、北諸のお食事券としても使えます。なるほど、はい、で、ここにここに全部貼ってたんですけど、はい、はい、もう初日から、はい、2等特賞グラキリスも取られて1等も当たり、はい、もう3頭も出てる植物、はい、あと残り3頭が2個。なるほど。だから3頭が2個なんで5000円が2枚、はい、という結果になってます。いや、すごいですね、皆さんの引き運が、はい、まあ、なんで植物だけじゃなくて、北諸のお年玉の、福引きのイベントもしてて、はい、あと1000円ガチャっていう1000円の外れなしのガチャっていうやつもやってるんですけど、はい、もう今日もう2日目にして全部もう当たりました。もう全部なくなっちゃってます。すごいです。本当は期間的に1月11日から16日までだったんですけど、はい、もうちょっとねこの調子でいくと、うん、ちょっと無理なのかなっていうもうすでにもうないと。総額これで多分15万円分ぐらい、北諸と合わせて、うん、多分植物だけでだって4万でしょ。で5000円札5枚5枚入れたんで、ここに10万円でグラキリスあれ3万5000円、はい、10万円超えのお年玉福引き大放出したんでいやちょっとね、まあでも正直50人ぐらい設定かなって思ってたんですよ、僕も、はい、なんで確率高め、確率は高い。だからだって50枚のうち10は当たりなんで、まあそうですね、はい、はい、まあ5分の1ですね。あ、5分の1か、はい、5分の1はもう当たりわけだから、まあ正直
3万円以上買ったらほぼ確定、まあ、そう可能性はありますよね、はい、確率的には。でももう1位の人はこの3万円の1等と3等だったっけ、いや2等とグラキリスです。そのああそうですね、1等です。1回目は 3万円分の買い物をして1等と5000円で3万5000円ゲット、はい、で昨日のお客さんはこの2等の1万円と、はい、特賞グラキリス約4万円分、はい、ゲットしたんで、すごいです、はい、もうこれはもうすいません、今回はもう福引きはちょっとね足そうかなと思ったんですけど、今回はもう勘弁してくださいもうこれで終わって、あと残りの3頭が終わり次第もう終わって、一応この期間中だけは 10% オフでやらせてもらうんですけど、かなりも商品は減ってます、はい、今年もねこれが第一発目というか北諸コーディックスで初めてのイベントだったんですけど、どんどんねこういう面白いお客さんが喜んでもらえるようなイベントを今後ともどんどんしていきたいなと思ってるんで、ぜひ北諸コーディックス遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。まあね、やっぱねこの冬型このねヘレ、これもまたね素晴らしいのよ。ヘレこれ見てキュートだよね。すごい葉っぱですよね。そうそうそう、冬型特有のねもやもやした、まあ、これもおすすめだし、個人的にこれもね好きだね俺は。グラキリス、すごい色ですね。このねなんかザラザラ感がね最高だね。これも売れちゃったんですけどこれイノピーなんですけど、これめちゃくちゃレアなんですよ。穴開きイノピー穴が開いちゃってるっていう、これ結構珍しいと思うんだけどね。何かがあったのか、どういう風になってこう穴が開いたのかわからんけど、穴開きイノピーもあるし、半端ねえのはもうこいつだね。パワーがえぐい、うわい、すごくないですかこれ。ほらこのくらいの大きさ、このボケボケ感最高っしょ。かっこいい、これかっこいいよね、ボテボテ感。あとはねこのユーフォルビアホリダもめちゃくちゃいい感じです。うーん、なんか小かぶってやつ、すごい小かぶついてます。これも好きやね。あとはそうだな、アガベもちょこちょこあるけど、もう BB とかホワイトハウスぐらいしかないですけど、まあでもだいぶもうなくなっちゃったっすね。ここにずらっとあったグラキリスたちも飛び立っちゃったんでいやこれどうするよ、こんだけなくなっちゃって。これこれ花、これこれバンデリエンティアイ、ティアイ花咲きました、見てください。すごい、なんと自然綺麗な、すごいやろ、しい花が、うん、こんなトゲトゲから、ね、発根管理、発根管理しっかり成功できたんで、うーん、すごいよね。すごいっすね、これもおすすめっすね。いやーだいぶなくなった、マジできつい。